もビーレジェンドカギタリでございます。今日はアウトドアでございます。アウトドアと言いながらこんなねもう曇りの天気でめちゃくちゃ寒いんですけれども、やってみたいと思います。今日は何かというとですね、じゃじゃーん、こちらコーラでございます。よくね皆さんあのコーラがね爆発するって言うじゃないですか。でこれ100均で買ってきたんですけれども、わかるかな、こういうシェイカーっぽい入れ物。そしてこれ、ジャンボシェイカー、うちのやつです、ビーレジェンドのね。でこの2つでちょっとシェイクしてやってみると、どうなるかというと、これがちなみに水が 200cc 入ってます。この100均で売ってる入れ物で 200cc の水で、これで硬っ、なかなか硬いですよ。でこれはね4杯でね、これでやるとバサッと、はい、見えてるかな、バサッと3、4、まあ何をやるかっていう話してなかったですね。よくねコーラでシェイクして爆発したっていう話があるじゃないですか。だからそれがね本当なのかどうかっていうのを検証してみようっていう動画なんですよ。ということで怖いな、やってみます。いきますね、こんな感じ。うわー、ちょっと待って、こんなにちょっと待ってよ、聞いてないよ、こんなに激しいって。いやー、ちょっと待って、気をつけましょう。ちょっと待って、これこんなに激しくバカ、みんなダメだからね、こういう2タイプのやつでやるともうこんなことなっちゃうよ。ほらこんなことなっちゃうからね、ちょっと待ってね、思ったよりも激しいぞ。ちょっと待って、もうジャンボシェイカーやる前にもう分かってんじゃん、これダメなの。ジャンボシェイカーには 400ml が入ってます。10杯、もう10杯なんてダメじゃん、もう最初分かってるでしょ。これ10杯はダメだろ。だけどね、10杯っていうことは2回半じゃないですか。で 400cc だから分量的にはそんなまんざら間違ってないんですよ。だけどこれをちょっとシェイク、こうねしっかり締めないとダメらしいです。怖いよ、いくよ、怖いよ、ブレイ、あれ大丈夫そうよ。あ、なんか大丈夫そう、大丈夫そうだけど怖い。ちょっと開けてみるね。うおー、ちょっと待って、これうわ、溢れてきた、爆発したわ。あのね、あー怖かったまあこれいつも知ってる、プシュっていうの知ってるからプシュって言うんだろうなって思ったけど、こんなポッってなると思わなかった。あー怖、ちょっとドキドキしてる。あのね、みんな良い子のみんな良い子のみんな、危ないから気をつけましょう。でこういう風になるけど、こんなに激しく振る必要ございません。10回も振れば十分です。もうびっちゃびちゃだかんね、これ映ってるかな、ちゃんと。うん、おいしい、泡ここまで出てる。うん、味は美味しい、味は美味しいんだけれども、大量に入れすぎない、パウダーを大量に入れすぎない、そして激しく振らない、そんなに激しく振らなくても十分プシュッと言いますから。もう今みたいになったらね、もうこれどうすんだよ、このもうびちゃびちゃ、見てこれ、ほらもう手びちゃびちゃついちゃって、ほらこんな感じになってるんで、良い子のみんなは、大量に入れすぎずに激しく振りすぎないように気をつけてください。一杯飲んどコーラは爆発します。グッドボタンお願いします、チャンネル登録もお願いします体張ったな今回。